こんにちは、速稼塾の久保です。まあ人はいつ死ぬんでしょうね。死ぬ間際に後悔が多い人と、いやーやりきったぞと、今日死んでも何も思い残すことはないやっていう風な毎日を送ってる人、まあ人生様々なもんなんですけども、40になっても50になっても何一つ成し得ていないなと自分の人生を振り返ることだけは、やんない方がいいのかなと思いますよね。何かどんな小さなことでも自分に誇れるものがあるんじゃないかなと思うんですよ。とかく人ってのは、中央学といいますかね、真ん中を見ることがなかなかできなくって、ネガティブなことばっかり覚えてる人、この自己否定感が強いのも困っちゃうもんですし、それからね、自分の人生にはいいことしかなかったっていう自己肯定感の塊、これもまたね極端だなと思うんですが、まああれじゃないですかね、どこに目を向けたかになるだけで、同じ24時間使ってたらね、何かを一生懸命やったら何もできない何かがやっぱ同時に発生する、その表裏一体なんじゃないかなと思うんですよね。だから何もかも半端なくやり込んでいくってことは、何もかもが中途半端になるというふうな、そんな言い方もあるんですよ。まあですんで、いろんなことに長けているっていうのもまあいいんですけども、一つのことに長けているだけでまあ十分なのかなと思っちゃうんですよね。まあ私とかね、吉田さんは YouTube の本数ドワーッとやってね、少ない再生数というウィークポイントがありながらもきちんと売り上げを立てているっていう、そういうふうな、ね、ヒットポイントもありますよね。人生様々ですね。まあでもね、後悔は私ねしないですね。後悔を思いつく前に死ぬと思います。まあこの動画のやり取りなくなったらどうなるでしょうね。その時が楽しみですよ。まあとりあえず今日寝ます。お疲れ様です。